はい、どうも私でございます。本日もロングダークですね。ウィンターミュートシーズン3ですね。やっていきたいと思います。なんとか、このグエンをね、公民館まで運ばないといけないんではありますが、あそこに家が見えるね。だけどこの高緯度、この氷のルートをずーっと行くのが、まあ、一番いいルートなのかなと思ってるんですよ。もしオオカミが来ても、右と左は山に囲まれてますから、山というか谷かな、岩場に。だから、前と後ろだけ警戒していけばいいと思うんで、あとリボルバーの数がもうないんでね。で、どんどんこれから暗くはなりますが、グエンも寒くない。で、喉はどんどん乾くけどまだ余裕がある。で、アタイの方も、あ、死んだ。翼が死んだ。こうやって喋りかけてもらえるのはありがたいね。いつも独り言言ってたから、こう担いで行くのはすごく大変だけど、こう喋りかけてもらえるっていうのはやっぱありがたいっすね。さあちょっとね、寒くなるのが落ちる。そうか、待って、凍傷、やべえ、凍傷になってもうたぞ。マジか。参ったな。凍傷になったか。凍傷になったら痛いっすね。温まってたのにな。マジかよ。凍傷になりましたか。どっちだ？こっちに行くと、こうなんのか。はあはあはあ。どうがいいかな。こう。ルート的にこう行った方が早いよね。ってことは、まあ、でもこっちも遊べたら教会に寄れるのか。交渉が痛いな。ずっと HP が減るんですよね。交渉って治るんだっけ。まあ、いいっすわ。とにかく、運ばないといけないから。うわ、森。すごい森。いやー、オカミそうやね。ちょっとリスキーよね。諦めないで、絶対ウィークっていかない。ちょっと嫌なルートを行くような気がします。目を閉じないで。そう、なんで目を、こういう雪山とかでなんで寝るなっていうと、なんか寝てしまうとこの温度変化、人間っていうか哺乳類は高温動物と言われてて、自分の体温36度とかそれに調整する機能がついてるんですけど、まあ、調整する機能がついてるというか、そういう機能があるんですけど、寝てしまうと、その機能が失われるらしいんですよ。失われちゃうから、だから寝ると、周りがこう氷点下とかになると、体温が一気に20度台とか、そういう風に下がってしまって、機能がなくなって、死んでしまうらしいですね。寝ちゃうと。なんか全だから寝たら死ぬぞ。なんかあれって寝たら死ぬぞっていうのはよくドラマとか漫画とかでもいろいろありますけど、なんで寝たら死ぬんだっていうところって説明って意外とないですよね。でもこれも学校の教科書とかで読んだんじゃなくて、ゲームか漫画とかで聞いた気がするんですよ。寝ちゃうと温度調節機能がなくなっちゃうからって。そういう風に言ったら寝ないって思うけど、いや眠いしって普通は思うよね。こっちの方に境界がある。ちょっと本当に凍傷を治したいんだ。寒さは大丈夫だから、ちょっと余裕決め込みすぎましたけど、多分 ID を探してる時に寒いのをずっと、寒い時間が長く続いちゃってたから凍傷になったのかなとは思うんですけど、でも公民館にあったら永久的に火がついてるから、そこにいたら凍傷って治らないのかな。凍傷って言ったらどこまで治るのかな。初めて凍傷になったんですよね。ルート的に合ってるっけ。かなり悲観的ですね。まあでも別にね、教科によらなくても、まあでも俺教科によってこうだから、教科にはよらないといけないね。よう、これで
狼に合いませんよね。肉とか皮とか内臓とか持っとんすよ、狼の。ママ。まあ。We're making good time. 楽しく過ごしましょうね。一緒に会話、しりとりでもしないと。ラッパ。パパイヤ。薬剤師。シーボルト。なんかこう、横文字でいきたいです。かっこいい文字でみたいな。トンビが鷹を産むとか。これダメですね。もう名称にあるんですけど、しりとりって。トンビが鷹を産むはダメですよね。トイレとかか。トイレットペーパーとかもいいのか。トイレットペーパーってなったらありなのかな。アストリッド。ド。ド。ドンキホーテ。ティラノザウ、あー、当初のディスク。ティラノサウルス。すき焼き。気を紛らわしてね。楽しく行きましょうって言ったんで。まだか、こっちか。いやー、教会すら見れないからね。いやー、もう当初になったら HP は徐々にちょっとずつでも減っていくんでね。直したいなー。まだかな。うん？あれが、私がついてるわ。きっと助かるか。あれか。あれか。あそこに、多分建物があるんで、低体温症のリスク。低体温症のリスクになる前に凍傷になったからね。いやー。一晩過ごすか。あそこに煙がありますよね。多分あれが公民館なのかな。公民館かな、あそこが。それか最初助けてもらった狩人の店ですよね。店というか狩人の家ですね。家に帰りたいよ、だよね。あたいも家帰りたいで。凍傷のせいで HP が徐々に減るのがほんとつらい。よし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 。もうちょいだ。狼に合わなかったってのがでかいですけどね。リボルバーの弾とかちょっと探したいっすね。どっかないかな、弾が。リボルバーの弾がないと、狼集団に会ったとき、つらいよね。終わり。え、ジエン。ジエン。風来のジエンですか。お前はグエンだよ。ジエンじゃなく、お前はグエンだって言いたくなるわ。もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい。やべえ！うわぁ、最悪だ。くぅ、どうすっかねぇ。置くか。うわわわわ、最悪だ。わわわわ、いやー、これを過ごすのは無理だ。待て、うわ、最悪、無理だ。あとちょっとでいなくなる。もうちょっとない。あと一歩。やばい。マジでやばい。お迎えが来てます。くそ。やば。うわあ、ダメだったー。弾がなかったー。
ってことはあの先にどこだ。待ってください、この先に狼がいるってことですよね。あー、早めに置いて火を焚いて先入って、そしたらグウェンが狙われちゃう。どうしたもんですかね。どこにいたか分かんなかったらいけないから、なったらすぐ置いて離れて、でグウェンを襲う狼がいるから、そこを猟銃で撃ち込むってのもありかなと思ってますけど、うん、さっき直接まっすぐ行こうとして失敗したから、ちょっと角度をつけていってみますか。まあずっと狼で会ってなかったから合わないのかなみたいな、ちょっと淡い希望を持ちすぎてましたわ。引いたいって過ごす、やり過ごすってのもありですけど、もうちょっとで家ですからね。もうちょっとで家なんだよね。で、狼に絶対会うから。で、そん時に。I got you.で、弾があんまないからね。弾があんまないんすよね。で、オカミに見つかってダッシュで行こうと思ったんですけど、グウェンだけ置いていくっていうのが無理、置いていって走り込んで、で、遠目から撃つとか、まあいろいろありますけどね。あそこにね、家があるのね。私が行かせないわ。We can make it. 助かる。絶望的な状況ではありますが、ね、うん、そうですね、あっちに行こうとするとオオカミがいるから、ただここを渡ってこう行く方がいいのかな。それかオオカミとわざと会ってオオカミを撃退するってのもありっちゃありか。絶対どうせ狼集団とは会うことになるんですよね。だったら寒くても火を焚いて家の中に行こうとかしないで、寒いけど強引に行って、で火を焚いて温まりたいけど風がすごいからでもじゃないが、もうちょっと進むか。さっきはもうこの状態ぐらいになったら敵が出てきてたけど、こっちじゃない、こっちだ。ここら辺で一回引いたくか。ここら辺で一回引いたきますか。I'm right here. ここら辺で一回引いたくか。薪しかないか。ちょっと、枝とかを探しますか。Come on, little fire! Come on, little fire! さゆり。Damn it. 待ってね、本当にマッチがもうないのよ。I can feel my face again. マッチがないのよ。これラストマッチだっけ？いや、これ失敗したら終わりなんだけど。頼むぞ、マジで頼むぞ。おや、石炭で2時間か。ちょっと待ってね、ちょっと肉も焼きながら、やっぱコーヒーが欲しいね。ちょっと待ってね、もともと重いのか持ってるのが。2キロぐらいか。
まってね。イランのを捨てて、温まってイランのを捨てて、これでイランのを捨てて、グローブが、これがめちゃめちゃあったかいです。いろいろとやらないといけないことがあるんですが、ダサいな、だいぶダサいな。これさ、1時間半か。武器ってどれくらいあるんだっけ。ちょっとリロードして、信号弾一発か。え、弾があるんだっけ。こんだけあれば、でリボルバーも3発しかないっすもんね。そうか、OK、あといらないのをちょっと置いていくか。いらないのを置いていきますか。腐りかけてるか。服だらけですけどね。重ためのは、もう引きってこんな重いの。新聞紙はいらない。川はいるよね。いらないの、いらないの。ちょっと待ってね。と、体の中に入れて。まだだよね。結構キワキワなんですよ。もうちょっとで走れるぐらいまで行くから、いざって時にこうスマートに動けないと。ちょっと肉が、俺の肉を満腹で食えないやと。ちょっと待ってね。水はいるよね。これで OK か。行きますか。行くぞ。水を伸ばしとくか。Let's see what's wrong here. There. 夜の中で、夜で行きたくなかったけどね。Only one way. 温めるが効果、時間切れか。ちょっとこれ保存しようか。一応もし狼が出てきても、まあなんとか戦えるような状態にまでは持ってきたんで、持ってきたと思う。
温まったし、ただちゃんとコーヒーとハーブティーを飲む順番が悪かったっすね。この温めボーナスがコーヒーを飲んでる時にも出発する直前に行きたかったね。でも多分凍傷が治ってないんですよね。いいね、二人でデートですよ、デート。もうこのまま公民館まで行けるんじゃないかなと思ってるんですけどね。頑張って助かるわよ。そう、励まし合うっていうのは大事ですよ。なんとかもうゴールは見えてますからね。このまま、このまま行っていいんだよね。ただの公民館の近くが狼だらけだとちょっとだるいけどね。何があったの？あそこよ。プリーズ。一緒に生き延びようぜ。遠いな。遠いけど今まで歩いてきた道のりに比べたらもうちょいやで。こっちの体力ゲージとかはほぼ全開に近いですから、いつもだったらもう瀕死ですからね。寒い、疲れた、喉乾いた、お腹空いたって状態で HP も全然ないみたいな、そんな状態でいつもたどり着きますけど、今回に関してはほぼゲージはマックスに近いですからね、体調。ただ狼が出てきたらめちゃめちゃめんどくさいことになると。狼が出てきたら狼の退治戦というか、そう、目を閉じたらあかん。見える、見る、あの煙が見えるでしょ。もうボールが見えてるんだから。あの煙が。開けてるね。こう開けてるところの狼は一番困るね。どっから襲ってくるかわからないんだよね。これが一番困るのよ。できる。Stay with me。しっかりして。いけるで。着実に、着実に一歩ずつ近づいております。緑の火って何ですかね。オーロラのことなのかな。ワオーンって言ったらもうめんどくさいで。ワオーンはありえるんだよね。こっちはクイックペイヤって言うんですけど。天候もいいし、ここまで寒くないからね。でも豪雨とか猛吹雪とかだったらもう終わりですよ。私が行かせないわ。すごい、そこの火がついてる、あれが墜落現場ってことですね。へえ、よう歩いたで。よう歩きましたよ。まだか、もうちょいか。いやマジ狼だけは勘弁よ。もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい。スタミナゲージも大丈夫だから。公民館については凍傷治したいですね。インシュリンで
糖尿病の人も治したいけど。パパ、さっきはママやったけど、ママもパパもご健在なんすね。それやったらなおさら帰らんと、なおさら帰らんとあかんぞ、なおさら帰らんとあかんぞ。もうちょいや。いやー、なんか狼祭りになりそうで嫌ですけどね。いやー、やっぱ明かりってのは心が温まるね。Go home. Come home. Home come back. いやー、狼に会わなくてよかったわ。まだいるのかもしれないけど、なんとか。あわわ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 、よし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 、苦労した、めっちゃ苦労したぞ、めっちゃ苦労したぞ。空いてるベッド、こうか、これ背負い投げか。おい、 Here you go. Here we go. Thank you. ディミトリにインシュリンを投与する。ディミトリ、どの子だったっけ。ディミトリ、ディミトリ、ディミトリにインシュリン、これか、この子か。 I'm gonna check you over.I've done what I can. できる限りのことはしたわ。くるくるくる。注射。注射器がどこにあったかと。注射器がどこにあったか問題。これ医者じゃないと無理だからね。どこに刺したのかな。よくなった。身分証明書を返そう。クロエ。彼は墜落で生き残れなかった。ノーラン。ノーラライアン。見つからなかったわ。ごめんなさい。みんなを探してお願い。生きてる人がすごいもんね。サディ。イズラインドだけど彼女を見つけたわ。彼女は墜落で死んでしまった。身分証。ジェイク。彼は墜落を乗り越えられなかったと。患者の不安を取っていかないといけないですよね。モード。見つからなかったはごめんなさい。みんなを見つけてどうか。見つからなかったら生きてる可能性があるっていうふうにはさすがにならないってことか。こんなとこにキャビネットが。ウィストン。彼は助からなかった。ベネット。言いづらいのだけど彼女を見つけたわ。あ、でも助からなかった。そうね。こっちが見つけた身分証がある人は助からなかったってことが確定ですからね、フランクリン。彼は墜落で亡くなったと。辛い仕事やで。これって牧師の仕事なんじゃねえかってちょっと思ってるけどね。エリック、ごめんなさい。あなたが探してる人を見つけられなかった。どこかで無事でいることを祈るわ。そうよね。みんな探してお願い。これで全員に言ったのかな。ディミトリ、彼女を見つけた。そうね、インシュリンを打って、で、彼女は生き残れなかったと。辛い。辛い話をしないといけない。ルビー。彼はダメだった。これで全員かなと思ったけど。
サム。イズライラだけど彼女を見つけたわ。彼女はこの世にはもうこの世にはいないと。トーマス神父と話そう。いや苦労したね、おっちゃん。You made it. お見事です。あなたがそうしてくださることを祈ってました。 yes, I made it. いやめっちゃ苦労しましたよ。もう一人の別の生存者を見つけました。状態もわしくありません。飲酒にもあった。 Thank you, 感謝します我が子よ。勝手に我が子にすんなよね。入信したつもりはない。天候は悪化しています。また猛吹雪が続いてないか心配。プレザントバレーの農家の人々とは何年の前から信仰を共にしていますと。時が経つにつれ物事のパターンが見えてくるでしょう。猛吹雪はこの時期によくあることです。私たちはいつ猛吹雪が来てもいいようにする。それでどうなるか。私たちは十分な薪を集め食料満杯で猛吹雪さんを保ちます。探せと。これマザーグレイの時と同じで、食材を集めないといけないのかな。私が供養するときっと人々は死なずに済むと思います。わがここに神の御心がありますように。どういうこと。第三章、嵐の到来。城郭名はまだ見つかってない人の名前もあるわ。錯乱してさまよってんのかも。確かに。次は何をすればいいのだろうか。行方不明の生産者たちを見つけて連れて帰る。マジか。マジか。ここか。ほう。ほう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 。結構大変っすね。狼がいる中でこれをせいと。なるほど。で、サブイベもあるからね。ここ出任せ行こうと思ったんですけどね。サブイベが結構あるんですよ。これ、ここ。まあいいっすわ。はい、ということで今回はこれ終わりたいと思います。まあこれから、まだ急所はちょっと見つけていく感じになりそうですね。ということで今回はこれ終わりたいと思います。それでは失礼します。